小学生の時ですまあ気づいたら父と妹だけになっちゃったんですけどまあすごいこう生活はすごく大変でまあといってもこうかなり明るい貧乏だったのでその辺は救われたなとって思いましたでまあずっと絵を描くことは好きだったので貧乏ながらまあ好きなものは基本買ってはもらえなかったんですけど。 まあ、ずっと絵を描いてましたでまあそれを妹に見せながらとか喜んでもらったり、まあ、父にも見せながら、まあ、それを全くこう反対しなかったので絵を描くことに対してそこはすごいこう恵まれたなと思いました、まあ、それとやっぱこう、まあ、父の友達のトランスジェンダーのお友達がいまして、まあ、その方との出会いもかなりこう自分的には衝撃でしたね。 女性でも男性でもないって方が来て <laughs> まあ僕にとってはすごいそれが新鮮で楽しかったんですよ。すごいいいインパクトを与えてくれましたでその上で、まあ、その方のこう喋ってるうちにこう自分らしく強く生きるっていう姿勢だったり気持ちが小学生ながらこう胸に来て自分も何かやる上ではこうえまあ自分にとっては絵ですけど強くこう。 続けていきたいなっていう思いがだんだん強くなりましたね。その小学生の時に。